平成24年の問5です、ね、まずあのデルタ結線のところをですね Y 結線に変更しますとね、えー、3分の1になりますんで3分の R オムになりますねで1層分の抵抗値はですねこの R とそれから3分の R ですねこう足した、えー、3分の 4R とこうなりますんで R のところへですね6オもムを代入すると8オムになりますそれから 線間、えー、電圧は216オームですが総電圧ですねこの抵抗にかかる電圧は、えー、ルート3分の216ボルトですから従ってここ流れる電流は電圧を抵抗して割ってやるとこういうことですねそうするとルート3分の27になりますこれを、えー、有利化します、えー、分母と分子にルート3をかけましてですね、えー、分母が3になって、えー、分子が27ルート3と。 で三と27を訳しまして九ですねえ九、ー、ルート三え3 9一点七三で十五点六アンペアこうなりますでルイダイの方はですね、えー、今度は、えー、抵抗値がですね三オームですねはい従ってまあもうもうここからですね AR でやりました三分の四かけ三で四オームになりますんでねそれから送電圧はですね線貨、えー、電圧が二百四十ボルトですから それをルート3で割ります。はい。で、えー、電流ですね、えー。送電圧を抵抗値で割りました。えー、そうしますとですね、ルート3分の60とこうなりますんで、有利化しまして、20ルート3。はい。それで、えー、ルート3のとこ1.73入れますと、34.6アンペア